えー、即塾の久保です。ちょっと気になることがありましたんで、このね、放送しておきたいんですけども、まあ、今ね、トイレットペーパーとかティッシュペーパーとか、あとはなんか紙を持つ、こういうのが品薄になってるようなんですけども、これは全然心配する必要がないです。あの、マスクとはちょっとわけが違ってですね、マスクは東北の工場と中国からの輸入で賄っていたところがあるんで、品薄になることは品薄になるんですけども、あの、トイレットペーパーとかね、紙製品ってのは、 どっちかってこれ国内製品なんですよね、ほとんど。生産国内でやってますから、一時的に品薄になるかもしれませんけども、次回の入荷分もしっかりありますしね、全国的に。あの、買いだめに走らなければ、全然行き渡ります。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、紙おむつ、これ全然大丈夫です。ただですね、缶とかアルミとか、それからプラスチックの容器ですよね。場合によってはペットボトルも一部なんですけども、この辺は入れ物が中国生産なんで、 液体が作れても、中身が作れても、詰める容器がないんで、もしかしたら、店舗の方でペットボトルがね、ちょっと品薄になったりとか、あ、それからあの、アルコールの収集があるでしょ、あれ。うん、テピカジェルとか。あれ入れ物がないんですよ。中身はあるんですけども。だから、多分、紙とかの入れ物に代替して、うん、いざとなったらね、急速出荷してくれるとは思いますよ。うん、まあ、そのぐらいですかね。やっぱ製造現場にずっといると、そういうところが若干見えるんで、 あの、は、早く買った方がいいものと、あんまり心配ないものって分かれるんですよ。例えばカップラーメンとかね、あ、あの、缶詰。これは容器が国産じゃないんですよね。容器よそで作ってる場合が多いんで、だからまあ、あの、そっちの方は、もし買いだめるんだったらね、やった方がいいかなと思いますけども、どうですかね、あの、普段からストックしておいた方がいいものと、一時的にストックしておいた方がいいものと、あと、老媒で、 実態とはかけ離れた、あのー、買いだめっていうのがありますから、よくよく注意しておかないと、あのー、ある一定の方がね、不要意に買いだめすると、なんていうんですかね、その買いだめで人を殺すことになりますんで、それからね、あの、YouTube を見てる方は、あの、転売しながら YouTube やってる人っているんですよ。それはね、自分の商品が品薄になった方が高く売れるから、YouTube を量産して、 品薄になることとか、あのー、何が何がこれから売り切れますよみたいな、そんな情報を流す人がいますから、まあ気をつけてって言ってもね、何が本当かわかんないと思いますけども、それはですね、あのー、食品にしても、それから物品にしても、それがなんで品薄になるのかとかね、本当にそれは、まあ言ってみれば国内で作ってるのか、海外の製品に頼ってるのかによるんですよね。特に中国で。中国産のやつは本当にすぐなくなりますから、 普段から低価格のものばかり追い求めていると、トイレットペーパーも中国産とかありますからね。あの、ダブルで24ロールで1キュッパーとかあるじゃないですか。あれは中国産ですから、これはあっという間になくなります。だから格安ディスカウントを常用してる方は、すごく焦ると思いますけども、そこそこの価格でね、例えばトイレットペーパー12ロール5キュッパーとかで普段買ってる人は、ずっと流通しますから、それは。匂い付きのやつがあるでしょ、香り付きのやつ。高いなぁと思いながら買ってた人は、別に困んないですけども、 あ、これ安くていいなーって思って買ったものはバーゲン品とかはすぐなくなりますんで、だからそれがね、ちょっとね、焦りになるんですよね。特にトイレートペーパーとかティッシュペーパーって、あの、かさばってるんで、ちょっと売れたらむちゃくちゃ売れたように見えるんですよ。錯覚ですよね、そこがね。ちょっと売れたらむちゃくちゃ売れるように見えると。で、しかも、あの、売価がそんなに高くないんで、トラック1台でトイズペーパーとかね、ティッシュペーパー持ってきても売り上げあんまりいかないんですよ。 うん、だからね、あの、いつも店頭にカーゴのまんま置いてあるのを見かけたことないです。ドーンとカ、カゴのまんま。なんかね、そのトラックから下ろしたカゴのまんま積んで、そこにプライスカードを貼ってるだけみたいな、うん。だからそのぐらいの扱いなんですよ。普段、あの、あんまり大事にされてないっていうかね。あの、バーゲンセールっていうと広告に必ずティッシュとか、あの、トイレットペーパー入るでしょだから普段、あんまり人気がないんですよ。価格も安いからいくら売れてもね。10個売れても2000か3000しか売りが取れないですからね、あああいうのは。 で、10個買う人はいないですから。すごくかさばって車にも乗らないですから。うん。あの、買い占めるポイントが全然ずれてるんですよ、星野さん。あの、そういう近所の方多分。買い占めないといけないものは、あの、もう、この前もお話ししましたけど、水からですね、ペットボトルの水ってのは、ペットボトルが国産じゃないんですよ。で、あと、あれもね、ものすごくね、半送に、そう、重いでしょ、水って。むちゃくちゃ困り効かないんですよ、水って。うん、だからね、やっぱ水は、 もう1ヶ月ぐらい前から徐々に買いだめるぐらいっていうか、即可塾の放送を聞いてらっしゃる方は、あの、月間の所得の1%をそういった災害用のね、ストックにしておきましょうと話したんで、まあ今更あんまり慌てることないと思うんですけども、うーん、まあでも、ね、そのなんていうんですかね、ちょっとやりすぎですね、これは今回は。あの、12月とか1月の前半では、多くの方が意識してなかったんで、危機感がなさすぎるっていう風にね、私ずっと放送してきたんですけども、ちょっとこれやりすぎですよ、学校を休校するとか。 あの、全然そんなに実態はそこまで恐れるもんではないんですけども、なんかね、世界中で <laughs>、すごいことになってますけどもね、これは実態からかけ離れた老媒ですね。だ多くの方が同じ方向を向にいたときは、それは間違いだと思わないといけないと私は思うんですけども、皆さんどうですかね。これはちょっとおかしいですよ、ここまでの老媒は。あの、もうついでに言うとね、コロナウイルスって新型が毎年出てますからね。毎年ですよ。で、去年も一昨年も出てるわけですよ。 それから、何とか検査ってありますけども、あの検査は去年受けても2割ぐらいの方が陽性で出ますよ。今年も、な今年はね、あの、本当に例年通り検査を受けると2割ぐらいの方があの陽性になっちゃうんですよ。陽性になったからって言って別にね、いきなり倒れるわけではないんですよ。それからこれが言いにくいのは、あこと病気なんで、安全です。すいません。あのー、今ね、 税理士先生から電話がかかってきちゃって、ライブ放送止まったんですけども、あの、予定納税の時期なんですよ。ねえ。予定納税なんですけども、当然ですけども、私もね、売り上げを重ねながら生活してるんですよね。でもね、あの、昨年納めた税金と、それから今年の予定納税の額ってほぼイコールで来るんですよね。それとても今年はそんなに売り上げ立ってないんで、 本当に黒字倒産するんじゃないかなっていうぐらい、私のその取引先っていうのは一言で言うとね、言いにくいんですけども、アフィリエイトの取引先だってね、あの、あの、何、商品を紹介して売り上げ立ててるわけなんですよ。それがね、やっぱり中国依存が多くって、報酬が振り込まれる予定が全然振り込まれないんですよね。まあですんで、これは今年はさすがに内部留保で税金払っていったら、ちょっと手元にお金なくなっちゃうなと思うんで、ちょっと予定納税のね、 変更してもらったんですよ。再計算ってやつを。中間決算ってやつを。まあ、それ費用が余計にかかるんですけども。ただ、おかげさまで、えっ、ー、と、柔らかい納税額になりました。本当助かりました。あ、それで続きなんですけども、そのね、あの、私12月とか1月の前半は、あまりにも、この、意識してなかったんで、多くの方が。もう、真剣に考えた方がいいよっていう放送ずっとしてたんですけども、あの、どうもね、2月に入ってから異常です。このビビリ用は。学校を止めたり、 会社の事業活動を止めるほどではないです、これは。あの、私もだんだん分かってきたところがあるんですけども、コロナウイルスは新型が毎年出てるわけですよ。で、一定の確率で感染して、一定の確率で死者も出てるわけなんですよね。でも誰も意識してなかったんですよ。で、今年も、ちょっとこれはねう、不気味ではあるんですけども、あのー、まあ、ここまでね、その、コンサートを、 中止したりとか、ホテルが倒産したりとか、インバウンドがゼロになったりとか、オリンピックやめるみたいな議論になるところまで、実態は恐れるものではないんですよね。で、なんかちょっとね、演技っぽいのが、あのー、他の国の、そのね、閣僚の方とかがインタビュー中に汗拭きながら、とかあったじゃないですか。いや、ああいう状態だったらあんなとこ出てきてないですからね。あれわざとあれをやって、コロナウイルスのね、怖さを演出してんじゃないかなと思うぐらい、ちょっとあ、ない、あれはないなと思いましたね。で、ああいう風な方まで、 いや仮にね、感染者が出ましたとかねあの、陽性って分かりましたって言っても、その陽性と分かった人がどういう状態かって全く放送してないじゃないですか。でも、陽性になっても、全然、なんていうんですかね、本人が自覚してない場合もあるんですよ、陽性だけども元気だよみたいな状態もね。 もちろんそれでも、金を拡散させちゃうみたいなこともあるんで、あのー、あまり人と接触しない方がいいっていうのは確かなんですけども、それは普段から、風邪をひいてたら、出勤して、周りの人に迷惑かけないようにってやるのと全く同じ配慮なんですよね。どうもこれはね、やりすぎというか、乗っかりすぎというか、なんか右肩、あの、右へ習いですか。うん、今回も、だから、あの、安倍総理がね、うん、学校を休むとか、会社をどうこうとか言ったら、それに、 地方自治体も、それから市区町村も合わせるじゃないですか。うん、なんかそうじゃないんですよ。あの、なんかホリエモン万博の話しましたけども、ホリエモン万博なんて予定通りやってるわけじゃないですか。あれだけ人数を集めて。だからちょっとね、あの、まあ、でも、主催する側になったらね、やっぱり怖いですからね。ビビる気持ちはわかるんですけども、うーん、なんかね、ちょっと不思議だなと思うのは、JR は相変わらず動いてるんですよ。JR はどうなんですかね。あの、駅の構内で、 誰か陽性が出たら、感染したりとか誰か倒れたら、JR のせいになるからって言って、全線停止とかしますかねしないですよね。だからなんかね、あのー、コンサート会場とかで人が集まって、そこで、あのー、いろんな病気が、あのー、広がるっていう懸念もありますけど、それだったら、JR 止めないといけないし、毎日行ってるスーパーも人が濃厚接触してるわけなんですよ。だからどうもね、なんか、そこまで、 そどうなんかなと。バランスちょっと、うん、老化しすぎなんじゃないかなと私は思う,思うようになってきました、うん。本当にね、12月とか1月の段階では、あまりにも認知されてないんで、私もね、ちょっと煽り気味っていうか、怖いことが起きてるよっていう風な放送をずっとしましたけども、いざ怖がるとなると極端なんですよ。それはちょっとやりすぎだろうと、ここまではやりすぎだと思いますよ。うん、な,なんで普段の暮らしでいいんじゃないですかね。 で、ちょっと衛生基準を上げてればいいんじゃないですかね、うん。ちょっと聞いたところによると、あの、毎年インフルエンザって、この時期流行るんですけども、みんなが、そういう意味で言ったら、あの、普段から手洗いとかね、着替えとか、あの、清潔にする人が増えてよかったなと思いますけども、うーん、まあなんです、ねラ、ライブを中止するのはちょっとやりすぎじゃないですかね。どうも。もちろんライブ、しない方がいいんですけども、でもそれだったら、別に来年もありますからね、別の新型だと思うんですよ。 とにかく今日の動画のまとめなんですけども、経済活動を止めるところまでやっちゃうと、今度は、経済活動が止まったことによって人が死ぬと思いますよ。あの、自殺したりとかね。借金抱えたりとか。したぐらいで生活苦しくなる方っていうのがやっぱ多いわけでしょ ?3 人に1人とか、なんか言うわけじゃないですか。なんか、貧困家庭が7人に1人とかね。なんか山太郎さんは言ってましたけども。で、あの、調子が悪かったら会社を休みましょうって言いますけど、会社休んだら、あれでしょ日東が、 5000円から1万円とか取れないわけじゃないですか。それで外出もしないし。で、家にいれば板で下手にコストがかかるわけじゃないですか。さあ今度は、その貧困で人が死ぬんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ貧困っていうのは、あの、ウイルス以上に移りますからね。こっちの会社が倒産すると、こっちの会社が取り倒産するんですよ。で、飲食店がお客さん来なくて倒産したら、そこの仕入れ戻ってのが、あの野菜とか食材が売れなくなっちゃって倒産するわけじゃないですか。 で、これウイルスと同じで、ウイルス使ってるんで、例えば有名な講演家さんも、あの、なんですかね、講演の依頼がなくなったとかね。で、会場を主催してた人が会場費だけは払わないといけなくなったとか、コンサートのチケットなんて先に売ってるわけですから、お返ししなくちゃいけないとか、出演者に違約金払うとかね。そういうことが起きるわけなんですよね。うんだからといって、 じゃあ普段通りやりましょうってその無理だと思いますけども、私はこれはちょっとやりすぎだと思うんで、だと思って思ってるんですけどどうしようもないですね。私なんて社会から離れて隠居してるんで、どうしましょうって話ですよ。ただ、あの、無用な値上がりをしてるのを見てるだけというね。はっきり言っても意味のない値上がりとか品薄が多すぎると思います。これは。本当に大事なものは、本当にもっともっと早く売り切れちゃってますから。今、ね、あの、 ティッシュペーパーとかトイレットペーパーの話に戻りますけども、あれは品薄になってもビビんなくてもいいやつですよ。しまいにはあれですよ。ウォッシュレットでいいじゃないですかね。ウォッシュレットを使ったりとか。あと、紙おむつがなくなったら昔に帰って布おむつでいいわけですよ。で、洗えばいいわけでしょ私のね、母とかも別に布の時代ですよ、私なんて。紙おむつなんてここ30年ぐらいじゃないですか。安定して供給されるようになったの。しかもなぜか紙おむつって、なんかアメリカのブランド多いですよね。<laughs> でも作ってんのは日本のなんか紙というね。 不思議な関係がありますよね。まあ、紙をむつ、トイレットペーパー、うん、ティッシュペーパー、これは、あのー、まあ、ほとんどがね、旧限りは作ってくれます。大丈夫です。ただ、あと、ミルクとかあ、ドリンク類ですか、ペットボトルの容器とか、あアルコール噴霧器の容器とか、缶とか、瓶もそうかな。瓶はちょっと私はわからないですけども、こういったもの、ペットボトルとかは、海外で作られてる割合が、まあ、割と大きいんで、気まずいですね。 ミルクとかなくなっちゃう。まあ、紙にすればいいんじゃないですかね。それから、あの、缶とか瓶を回収して、洗浄して、それからそこに詰めるような形にすれば、まあ、急遽ですけどもね、流通は間に合うんじゃないかなっていうのが私の考えです。えー、私もね、えー、長年流通業におりまして、卸しも行きまして、えー、市場の研修行ったりとかね、流通経路こうやっていろいろ見ましたんで、大幅な、あの、変更がなければ、あ、改革がなければね、 うん、そんな感じじゃないかなと思いますよね。まあ、紙はでも今でも98%国産だというふうに聞いてますけどもね。どうなんですかね。あの、私は全く心配してないんですけども。心配すべきものはすでにもう、えー、皆さんもね、あの、あ、そうだそうだ。だからもう一回言っときますけども、転売をしながら YouTube してる人っているんですよ。これ一つのね、ノウハウなんですよ。 私も転売も YouTube もやってるんで、今やってないです今 YouTube だけです言いますけども、転売してる商品が品薄になった方がいいからってうんで、転売をしている商品を品薄にするための YouTube をいっぱい作ったりとか、外注していっぱい作らせる人いるんですよ。本当に困ったもんですね、こういう風に。なんか、本当商売って人を幸せにするものだと思うんですよ。人の不安をかき立てて、うん、だから要するに銃を突きつけて金を出せって言ってるんで一緒ですからね、これは。うん なんかね、私はだからそういう意味で、その、転売の全てが悪いとは言いませんけども、あの、まあ、明らかなやりすぎの転売もね、まあ、腹が立ちますね、そういうのは。まあ、もっとね、なんか、分け合う精神を持ってほしいなと、思いますけどもね、皆さんいかがでしょうかね。<laughs> では本日以上です。長くなってすいません。<laughs>